りょうびろげこそどうもりょうです。はい、本日はですね、まあ、ちょっとまあ報告プラス、まあこの年のせい、っていうのと、まあ、あのネットを利用している方、それからまあ高齢者の皆様にもね、ぜひあの注意として、覚えていってほしいなと、覚えていただきたいなと、覚えていていただきたいなと、まあ、いうことがあったので、ちょっとまあ報告ついてみてですね、まあ動画が撮れればいいかなと思って撮影しました。まあビログの方もね、こうして、ちゃんと撮影するのも結構久々にはなってしまってるので、まあ改めてね、見てくれる方には感謝をしながらですね、まあシェアをしていただき、ある程度の人にもね、こう情報伝わればいいかなっていうのが、ありまして、撮影をしました。っていうのが、まず何かっていうとですね、メインチャンネルの方で、まあ、何本か動画を上げた、サニトラですね、1.2 の、ロングボディのデラックスということで、それをね、ヤフオクに、出品しました。でちょっと再出品をですね、今、かけてます。で、一時はですね、まあ、売れたので、売れたっていうか決まったので、まあよしとねして、こうみんなでね、こうバイバイと、まあじゃあ打ち上げやろうかなんて言ってね、いろいろ話をしてたんだけども、まあ結果その経緯っていうのはですね、そのまあのコメント欄の方に、まあ、質問欄の方に、車を買いたいからメールをくれということで、まあ、一応海外の方だったんだけど、まあなんか話した限りだとこういい感じの人で、ね、ああいい感じの人だなと、まあ、思っていたんだけど、まあ、何度かこうやり取りをしている中でですね、なんかちょっとね、言ってることが曖昧だなって思ったことが結構こう出てきまして、で、まあ、先方の、銀行ですね、先方さんの銀行の方が、ね、スコシアバンク、まあ、英文で書くとスコーティアバンクになるんだけど、ここからの、まあ、送金が完了しましたということでメールが、届きました。で、まあ、その先方のオーナーさんから届いたメッセージっていうのが、要は、輸送料か、輸送料っていうのを先に振り込むから、輸送会社の方にお金を払って、その領収書を、銀行の方に送信して、でその後で残りの金額全額、お支払いしますと言った文面でした。で、まあなんかね、その時点であれって思ったんだけど、まあとりあえずいろいろこうやり取りをしてて、でまあ、結果的にですね、まあ、不幸中の幸いっていうことで、その銀行さんの、ちゃんとした本当のアカウントっていうのが、ツイッターで出てきました。まあ、ウェブ検索したら、そのスコシアバンクっていうカナダの銀行なんだけど、その銀行の方の、まあ、ホームページがあって、ウェブサイトがあって、でコンタクトを取るっていうところに、まあ、メールと電話と、ツイッターの方の DM でやり取りをするみたいなところがあったので、DM の方に早速まあメールを送ったんだけど、最近なんかね、そういう、フィッシング詐欺みたいなのが増えてるから、確認しますと、ということでいろいろやり取りをした中で、まあ、明日かな、まあ、日本時間土曜日、カナダの方が14時間時差があるので、明日確認しますっていうことでメールをもらったんだけど、 DM から DM の返事が来たんだけど、でその後自分の方でもいろいろ調べてみると、そのスコシアバンクっていうところからのメールっていうのは、本来個人、一般のお客さんには送らないと、まあ、他の銀行もそうだって書いてあったんだけど、まず基本的に銀行から個人のお客さんにメールを送ることがないので、まあ、大手の銀行だったりっていうところから、個人宛てでメールが来た場合だったり、添付のファイルがあったり、ね、したっていう場合は、まず直接銀行に確認を、ぜひしてください。で、まあ、なぜそれがね、おかしいなって気づいたかというと、まあ、その文面だったりっていうのもね、あの金融お金のやり取りっていうのもそうだったんだけど、まあ、結果的にそのメールのドメイン名っていうのが、スコシアバンク .com っていうのが本来のドメイン名らしくて、今回届いたのがスコシアバンク、なんだっけな、デポジットペイアットマークなんちゃらかんちゃらみたいなっていう、アドレスから、メールが来ました。でね、そう、あの本当にこれ分かんない人だと、あの文章を見ただけだとね、本当に振り込まれてるんだなと、ステータスは、ペンディング、保留中っていうことで、何月何日に誰々から、クレジット払いで、トータルいくら、輸送料コストがいくら、どうのこうのっていう文面が届いた後で、E メール、その下にリンクが貼ってあって、で、そこにアクセスをして、登録をして、どうのこうのやってくださいみたいな流れだったんだけど、今回とりあえず添付されてた、リンクっていうのが、エンリミットっていう、
エンリミットかっていう、まあその仲介会社かな、うん、まあ、国内にも東京大阪名古屋っていうところに拠点があるみたいで、そこはあのちゃんとしたの仲介会社です。まあ、そこに要は、仲介銀行なのかなにお金が入って、でそこにアカウントを登録している人であれば、受け取りの申請を出して、8桁の、なんだっけな、8桁の番号があるんだよ、名前が忘れちゃったんだけど、なんとかナンバーっていう、でそれを入力すると、受け取りができると。で送金するとこもそこの仲介銀行を通して送金すると、コストがかからず、送金日数も早いということで、結構ねいろんな方が使ってるみたいなんだけど、そこのリンクが貼られてて、でまあ今後ね、まあいろいろこう海外とのやり取りっていうのも過去にもさせてもらってたので、うん、そういったところも利用する面では、まあ、これから、使えるかなっていうのがあって、まあこれはプラスになったので、まあ、よかったんだけど、うん、とりあえずそういった詐欺っていうのが結構増えてるみたいです。でやっぱ調べるとね、ヤフーオークション、うん、ヤフオクにその個人の人が出品してるものっていうのを、まあ、要するに輸出してくれっていうことで、まあ、個人情報を盗んでですね、まあ、商品を、まあ、持ってかれちゃうと、うん、まあ、要は今回もその、陸送会社の方にお金払って、うん、で、取りに来てもらって、うん、で、その後で、お金を払うっていう流れだったんだけど、車は届いたけどお金が振り込まれないみたいな、こういう国際的な犯罪っていうのがいいよね。ネット社会がね充実するとね、こういう輩も増えるわけで、うん、まあとりあえず今回は、まあそのね、買いますと買いたいですと、その車気に入りましたと、言ってくれた方からの、メールが、ここ 2,3 日なくなってしまったので、多分次のまあ、カモとなるものを探している最中だと、思います、うん、で、まあ、正直その銀行の方とやり取りしてこうでこうでってこう言われたっていうメールを送った段階で返事が来なくなったんで、あれと思ったんだけど、うん、まあ、そんなことでですね、あの個人を狙った詐欺っていうのは、そういう銀行だったり、まあ、佐川だったりのね、あのフィッシングメールが届いてそれを開くと、こうね、登録されるとか個人情報とかカード番号盗まれるとか、いろいろなこういう詐欺っていうのがはびこってる中で、ヤフーオークションっていうこの媒体、それから、まあ、大手の銀行だったりね、あのそういったところ、まあ、ゆうちょだったりネット銀行、楽天、セブン、なんだ、まあ、自分銀行だったり、ね、イオン銀行だったりいろいろあるけど、そういった銀行名を名乗って、こう送るみたいなね。だよく作れるよね、ああいうメールをね。俺すごいと思うもん、本当に感心するよ、本当に。そうなので、とりあえずね、まあ、また一からちょっとやり直すような形にはなっちゃったんだけど、なっちゃったんだけど、まあ、また再出品しました、うん、しましたので、まあ、概要欄貼っておきますので、ちょっとね、アクセスしてみて、ください、まあ、ちょっとね、一回こうハッピーウェイってなったんだけど、まあね、あの車持ってかれたわけでもないし、口座の情報を盗まれて、あの金しょっぴかれたわけでもないから、まあとりあえずはね、よしとしようかなとは思ってます。ねえ、まあただね、その時期的な問題でさ、1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 時期的な問題で、まあね、この年末年始っていうのがあるからさ、ね、まあ、あの僕の方でもこう早く、ね、こう決めたくてっていうのがあったんだけど、まあしょうがねえよね。まあそんな感じですさ、そんな感じなんですよ、うん、まあとりあえず、改めて出品しましたので、気になった方はアクセスしてみてくださいっていうお話と、フィッシング詐欺、フィッシングメールが、増えてると、あなたの資産とあなたの、お金をね、狙った詐欺っていうのがこれから多分さらにね増えていくと思います。で今 5G っていうね、こうすごい、
時代に、突入しています。もう来年からねこうドカンと、広がっていくという話なので、そのタイミングでですねそういった詐欺っていうのもさらに、増えていくと思います。なんでそういう頭の賢さをそっちに使っちゃったのかなっていうのがちょっと不思議でしょうがないんだけど、そういう技術を持った、犯罪者たちっていうのがね、この日本国内だけではなく今はもう簡単に海外からねアクセスできる時代になっちゃったんで、そういう輩も増えてますっていう、お話でした。特にシニア世代でねおじいちゃんおばあちゃんっていうのと、このネットっていうところに疎い人、若い子たちそれから女性なんかもそうだと思うんだけど、男性でもね、わかんねえと、スマホも僕使えませんみたいな、わかりませんみたいな人が多いから、結構ね皆さん騙されるっぽいんで、それだけぜひ気をつけていただいて、少しでもねこの動画が参考になればいいかなと思います。でぜひああそうだったんだと、俺も気をつけようと思われた方ぜひ高評価お願いします。それからお気軽にコメントください。僕の方もね、いい勉強になったので、本当にこういうやつもいるんだなみたいなね、今まで何度か取引はしてきた中で過去にこんなことがなかったので、ちょっとびっくりしてます。今回はという、お話でした、また次回ね何かあれば、撮影していきますので、今日が2019年の12月の27、あと3日1,2,3,4,4日、あと4日で2019年終わります。来週またねメンバー集まるのでその時に、オフ動画なんていうのも撮れればいいかなと思ってますので、お楽しみということで今回こんな感じで終了いたします。またお会いしましょう。バイバイ。